ドン。どうも、推しがすぐ死ぬ日本人アニメリアクターわさもんです。よろしくお願いします。年内目標1500人目指しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、推しが武道館行ってくれたら死ぬ第4話、絶対1位にするからです。まあ多分人気投票だろうね。なんかこれは多分長くなると思うから、オープニング中に喋ろうかな。熊本でもまあこういうことあったからね、懐かしいわ。まあまず前回のおさらい第3話。ね、空音推しのね、元井くんがね、ガチ恋勢なもんでさ、あのテニス部はチャラいって言ってんだけど、家帰ってきたらエプロンつけてラケットの上にオムライスとかさ。いやー、いいよ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 、元井くんいいよ。俺大学生と思ってたけどフリーターなんだね。びっくりした。で、あの妹ちゃんが空音に似てたっていうのもあったりとかしたな。で、その元井くんの妹ちゃんがマイナのことを可愛いって言って、まあ初めてエリピオ以外のオタクがマイナちゃんのところに並ぶっていう現象が発生して、で、それで最初は嬉しいと思ってたんだけど、あれなんだこの感情っていう風になってた。エリピオもまあ可愛かったね、よかった。で、まあ他にもね、こういろいろあったんだけど、ケツの方で本当に最後のあの電車のシーンはね、よかったね。あれめっちゃよかった、ね、もうこれ喋りすぎるからもうここで終わるね。あとはオープニング中にちょっと喋ろうかな。はい、ということでね、もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。なんでこれ喋りすぎるんだろうな、めっちゃ面白いもん。ただただ推しぶどうの話するだけの回したいよね。でもさ、あの実写ドラマも始まんじゃん。俺あれ見てみようかなと思って。放送日は俺の誕生日だからよろしく。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。マイナちゃん、なんか違うくない？何？あ、マイナじゃない、レオか。あ、前のグループか。クマササ。諦めないで。でも、レオが泣くっていうことはさ、熊沢さんめっちゃいいこと言ってそうだからさ、なんか一緒に頑張ろうとかじゃない？多分。で、今回のサブ隊が、まあ人気投票じゃん。まあ今も映ったけどさ、チャムチャムがどの形式を取ってるかはわかんないんだけど、熊本のアイドルを教えてじゃねえ、推してた時は、あのね、まあ、人数がいるじゃん。まあ、細かいのは忘れたけど、5人いたとしたら、その5人の MC と歌とダンスに1から5までの数字を書くんだよ。で、1位、5位っていう風にポイント振るんじゃなくて、1点から5点っていう風にポイント振るから、推しには高得点をつける。で、それ以外のメンバーには、こう割り振っていくっていうのがあるんだけど、まあ、なかなか辛いもんがあるじゃん。ずっとさ、なんかこの子だけ低い点数ばっかつけてたらダメだよなっていうのがあったから、推しだけは毎回5って書いて、推し以外の子には1から4を毎回バラバラに振るっていう、均等に。そういう風のやってたけどね、推しは1位にならなかったな。懐かしいよ。泣いたよ俺。号泣したもん。
本編開始。楽しそう。第4は絶対1位にするから。バース選ぶか。ごめん。は？やべえな。やべえな。マジでこれ悪しか生まねえんだよ。全国3万人ねえ、バレてんのか。なんだっけ、パープル。ユニティだ。かわいい。優雅だね。出れる日が来るんじゃない？やべえ、そっか、一緒にって言ったんだ。マジでこれ良くないよな。俺も好きじゃない。これ多分熊沢さんと同じこと言ったんやろうな。信じようみたいな感じじゃない。わかんねえよ。なんだその岡山ジョーク。両足？そんなことって。ならんやろ。ならんやろ。いや、ダッセ！何そのイノジャージ。嘘だろ。全然可愛くねえ。レオは？シンパ。ねえ、見たいよね。おかしいよ。出す。まあでも激レアっちゃ激レアだけど。あらま。あらら。大好きやね。いや、やっぱ優香可愛いよな。早い！すごっ！
はーよ、あ、あ、あ、かわいい、優しい、ポイントを稼ぎに行っている。やばいな、やばいやばい、ギスギスなってる、ひどいよ。ああ、うまいな、いいぞ、いいぞ、上がった、すげえ。え？ペースが、ペースが。かっこいい。ああ、バレた。勝負事はね、真剣にやりたい。いい絵だ。まだ倒れていた。オタクちょろいわー、間違ってるよ、頑張れー、競技が変わっている、セクシーさあ何を借りる、こけし。なんであんの？あ、あ、また倒れてる。おい、おいこれ。あ、あ、どっち？赤だ。よかった。欠席になっとるや。イベントのやついいよね。俺はやっぱ信じてたよ。
でもこれ本気で嬉しいんだよ。画面に収まってる。積みすぎやろ。頭かそれ。嬉しいよな。嬉しいよな。うん。俺が信じろ、お前を信じろなんだよな。お前を信じろ、俺を信じろ。まあいいな。佃煮じゃねえんだよ。ああ、泣くよねえ、こんなの。すげえな。すげえ。俺でもやったことねえな。80件もねえわ。静かにお願いします。うわほん、えらい大閃光って怖いね。おーって光るやつね。辛いって。いやーでもフラッサー出したわ。風復活したね。うん、まあね。あ、なんだそれ。二人しか。脅迫やん。いやでもね、強いオタクとね、繋がってんのはね、後々聞いてくんだよ。本当だよ。投票よろしくお願いします。なんと水長剣みたいな。手仕上がり。掛け持ち。レジだよ。いや、マジでね。交通整備はね、地獄よ。俺バイトしよったもん。地獄。車通るならまだいいけど。売っておるっつよ、こんな。全然休んどらんや。犬神家。おい、目が。週払いなんだ。これ売っておれそうやね。大丈夫かな。
おい、両足。全身や。イノシシ。え？大先行や。配る配る。俺の時はね、白のやつがあんのよ。それを一人一本ずつ配ってたね、俺の時は。推しのカラー白だったから。やったやった。松葉杖。優しい、みんな。これは周りの環境がいいわ。あ、来た。コールしよう。メモったから、ちゃんと。まだ覚えきれてないから。俺の場合誕生日バージョンのコールとかもしたね。あったあった、そういうのも。メンバーから早いよ。どうしたの？ああ、熊沢さん。そう、生誕委員から渡すんや。あらー、いいね。おい、えぐいな。あれ、マイナ何位だった？3位か。すげえ。かわいい。あ、これハロウィンか。ちょっと良くなってる。ちょっと良くなってる。あらー、ちょっと心配やね。おい、真逆やんけ。死にそう。いや、なる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 。ちょっと待ってよ。早いんだって、毎回終わんのが。ハロウィンライブ見たいって。うわぁ。ハロウィンの曲絶対なんかあるよね。何歌うんだろうな、ハロウィンの曲。なんかはやったと思うんだよね。ここ最近だと、あれだったよ。俺が行った時はね、キャリーパミュパミュの、
なんちゃらかんちゃらを歌いよったね。あと何あったっけな、あれ、あれ、英語の歌歌ってた。全然思い出せないけど。キャリーパミュパミュは、なんかあったでしょ、確か。なんか、キャリーしっていうのしか覚えてないけど。でも歌ってたね。いや、でもやべえな、これ、LP を、人気投票に影響は出るよ。出るけど、全国3万人の在宅が頑張るんだよ。でも、岡山のさ、その、ローカルアイドルの CD が買えんのか。なんで？あ、二人いんのか。ありがとうございました。あやが、最下位か。なんか多分そこでなんかありそうな気はするね。でさ、もう、しょうがねえんだよ。しょうがねえんだけど、もうこの D アニメストアでさ、この全話がもう今一画面に収まっててさ、見えてんだけど、今第4話を見て、第5話が私は待つことしかできないで、第6話で僕の全てが君だっただから、6話ぐらいでわかるんじゃない？多分。7話のね、マリナのために走るんだっていうのも、なんか可能性としてはあるけど、人気投票だけでそんな伸ばすことできないと思うんだよ。まあだから、だって今回の第4話で言うんだったらさ、前半の方に人気投票があるっていうのと運動会を差し込んで、で後半で B パートの方で人気投票のためにバイトっていうか、いろいろ掛け持ちしてるエリピオがあって、ハロウィンも挟んできたから、まあバースデーライブ、もうちょっとバースデーライブのところやってよかったと思うけど。まあでもハロウィンはあれか、頭の方のオチとして持ってくるんだったら、あれぐらいの尺でもいいか。投票結果がなぁ、多分6話ぐらいだと思うんだよな。いや、マイナの絵、ちょっと怖いね。エリピオの票がどれくらいを占めてるかじゃん。現場で80枚です。なかなかよな。で、熊佐さんは多分もっと買ってそうなんだよな、多分。会社員時代の貯蓄とかも回してそうな気がすんで。それ考えたら、いや、やっぱレオ強いんじゃね？でもレオお誕生日おめでとう。よかったね。やっぱりね、もうこれ信じるなんて、もうほんと、でも人気というのはもうほんとクソみたいなサイトやめろよ、マジで。ほんとあれでっけ。はぁ、あ、いやでもね、いや、マイナに1位になってほしいけどな、でも、個人的には優香好き。優香が可愛いってなっちゃってんだよ。でも、あやもいいなと思ったから、あや、ってはなるんだけど、結局みんな1位になってくれってなるからもう良くないんだよな、もうこれは。終わろう。ダメだ。ずっと喋ってしまう。終わろう。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、推しが武道館行ってくれたら死ぬ。第4、絶対1位にするから。でした。ありがとうございました。ならに。